いらっしゃい。何を求めで？ニーニャさんですよね。あら、そういえばあなた、あの町で。どうしてここに？いや、実は、その…というわけで…わかったわ。ラピュタを羽化させれば、元の世界に帰れるかもしれないのね。ところで、森でブレガラットに会わなかった？あ、葉っぱだらけの人に会いましたよ。それがブレガラットよ。彼は森の賢者なの。話をすれば、何か役立つ情報をくれるかもしれないわ。でも、何を言ってるのかちっともわからなかったな。ブレガラットの言葉は、私たちみたいな魔法使いじゃないと聞き取れないでしょうね。で、その地図をちょっと貸して。これに必要な鉱石と、ラピュタの卵がある場所を記しておくわね。はい。あなたの世界から取り戻した低級シンセスタは、ノナ君に預けてあるわ。彼も魔法使いなの。この先の丘の上の家に住んでいるのよ。じゃあ僕、そのノナって人の家に行ってみます。じゃあ、これあげるわ。これがエアシップのエネルギーになるの。この先またエネルギーが切れたら、同じものを探せばいいわ。ありがとうございます。ノナ君とあなた、気が合いそうだわ。私も鉱石を探しに行くわね。